本当にやだ。はい、今ねサブチャンネル回しました。はい、サブチャンネルを回せば洗い物をせざるを得ません。嫌だ。こんなちょっとの量だよ、こんなちょっとの量を嫌だとか言ってんの。嫌だ。昨日の夜から何回も言ってます。私は何回もお皿洗いをするチャンスはありました、この3日間で。本当に洗い物嫌だ。一度もしてません。嫌いです。洗い物は嫌だみたいなこと言って、なんか他のことならやるみたいなこと言ってるけど、掃除機しません。洗濯機も回せません。洗濯物をカゴに入れることもできません。できません、そんなのこと。だって洗濯皿も洗えません。食べたものを下げません。何ですか？何ですか？まず洗濯機に、件に関しては、洗濯機の中のものが洗濯済みなのかどうか、これを判断するのが。確認すればいいでしょ？それ洗濯してあんの？私にとって非常に難しいものと。なっております。なので洗濯機に洗濯物をぶち込むことはできません。確認してください。以上です。いえ、あとあのこの洗い物に関して、洗い物に関して言えば、もっと溜まったら一気にめちゃくちゃ洗えばいいんじゃないと思ってしまいます。洗い物、これ食べるものです。こんなところにずっと放置してたら何かしらの菌が繁殖します。ずっとでいい。シンクガシャガシャの人いるやん。私はシンクガシャガシャな人ではありません。やだ、本当にやりたくない洗い物は。やってください。やだ、もう今日何もしてない。うーくんはやだ、ずっと本当に不機嫌になるんだよ、洗い物とかすると。うーくん、ここは実家じゃないでしょ。これ使ってないの？これ水出しっぱなしにしない。使ってないの？俺は息子が使った食器でしょ。たまーにお風呂沸かしてくれるぐらい唯一やる家事、本当にそれだけ。重いもんとかはやるやん。ああ、重いもん持ってくれたら。重い系の家事はやるやん。あのウォーターサーバーの水が届いたらそれを下から上に持ってきてくれたりとか。それだけでなんで褒められるの、この人は。意味がわからない。ご飯を作っても皿を洗っても掃除機をかけても洗濯物を畳んでも褒められない女なのに、男はちょっとやればイクメンとか言われて。意味わかんないんですけど、平等にやりましょう。はい、イクメン。もうへん、あーちゃんは芝居みたいな人と結婚できて羨ましい、羨ましいったら羨ましい。ふざけんなよ。よかったね、こんな洗い物できる人と結婚できて。俺すごくイクメンだし、カジメンだし。どこがイクメンなんですか？肌面だし。最後までやって、早く早くやって。洗い物本当に嫌なの。なんかやります。なんか他にないの？洗い物が嫌な理由は何？手が泡だらけ。手は泡だらけになって綺麗になっていいじゃん。はい、はいはいはい、流してください。これは楽しいよ。何？これは楽しいよ。水がもったいないです。これはすごい楽しい。楽しいですか？これだけは。ならいいけど。すいません、スイカ。切れた、切れた。なんで通告してきてんだよ。マネージャーに切れてます。息子が今食べ終わったんで。あなたの息子が。これ一個お願いします、この一個。なんで？一緒に洗おう。一緒に洗おうね。はい、一緒に洗うよ。まだ、はい、スイッチをピッ、スイッチピン、スイッチピン、はい、やる気出して。ちょっとや頑張ればすぐできるよ。はい、気を入れる、気を正す、ここに集中。寺にもう一回修行行く。なんでちっこいスプーン洗うだけ。はい、流して。はい、パパがでも皿洗えたんだよ。ちょっと待って。いやいや、なんかここが山場みたいな感じで、ここが山場でこっからがみたいな表情しないで。水がもったいない。なんかすぐ行って、出してすぐ行くよ。はい、うわー、だから水がもったいないんだって。やる？流す？パパがやるよね、お前がやれやって表情してるよ。もう情けないみたいな顔してるもん。父親さらさら。お、
い？もう一回やる。もう一回やる。嫌だよ。もう一回やる？うん。もう一回食べるとか。どうどう慣れた？食器洗い。いや別にやってきてよ。普通にバイトとかしてたし。一人だった。店に一人。ひどくない？店に一人で回してたん？いらっしゃいませって。はい、嘘だろ。この人を採用する人の気が知れない。食品に携わってるバイトしたの？ちゃんとやってった大丈夫？チンチン書いた手でやってないよね。それはさすがに大丈夫です。そこはちゃんとできるのね。うん。よかった。はい、じゃあ今日の食器洗いは終了です。こんなことでさ、男子はさ、拍手されてさ、あと私たち女子って、こういうことやっても褒められないよね。もっと褒めてよ。え？もっと褒めておくね。どうぞ。うく。一人だけ紹介してる。はい、というわけで、うーくん、家事しなさすぎ問題でした。まあでもね、いつも頑張ってるから家事はしなくていいけど、まあなんかちょっと一日一個ぐらいやろうよ。一日一個ぐらい。ね。それは岡崎にいる時も同じ。ゴミ部屋みたいにならないことを祈ってます。岡崎が。はい。パーせーの、パーンせーの。あー、恥ずかしくなっちゃったかー。たま、味噌漬けラーメンバター入り。うまそう。